どうも、ハニチマンは、たかまるかまるです。さあ、伝説のサフィー続きやっていこう。前回は、深い海のところで、スピンアタックをパワーアップしてくれて、で、あと、ボスのアンコウの子分であるブランコっていうやつに、まあ、ちょっと振り回されつつも、なんとか深い海から抜け出せて、今回はこちら、沈没船やっていきたいと思います。なんか、キョロスケ泡吹いてるけど、何があったんだろう。沈没船っていうからにはお化けとかいそうだよな。なんか今、提灯のお化けがいた気がしたけど。おい、スタフィー、やっと深い海を抜け出せたと思ったのに、なんだここは。幽霊でも出そうだな。まあまあ、俺様は全然へっちゃらだからな。キュー。うわぁ！キューキュー、臆病ね。私は幽霊じゃないわよ。あ、女の子なんだ。バカ野郎、いきなり出てくんな。もう少しでおめえをボコボコにするとこだったぜ。くっ、俺様は先に行く。キュー、何よあいつ、生意気なやつね。でね、あなたスタフィーっていうの？なんで知ってんの？助けてほしいんだけど、お願いしていい？いいよ、その間になんかいいもんちょうだいね。どんどんウィンド持っていくと、大きな沈没船があるわ。その入り口で待ってるからね。一緒に行こうぜ。キョロスケ、はぁ、キョロスケも一緒に行こうぜ。いざとなって俺を守ってくれよ。よいしょ。まあ、ここも、ああ、危ねえ。ん？どうした？ここがその沈没船か？揺れ船に違いねえぞ。入ってやろうじゃねえの。このキョロスケ様がな。せーの。キュー！やあ！キュー、なんなのよ。しょうがないわね。あらら。気絶して流されていっちゃった。なるほどね。ああ、キョロスケ？キョロスケ！え、大丈夫？どっか行っちゃった。まあいいや、あいつ無視しよう。さーて、どうしたの？ドルフィーちゃんか。あなたの仲間、ここに連れてきてあげたら。うわー、優しい。めんどくせえな、あいつ。さてと、どこに行っちゃったんだ？はいはい。はいはい。はや、あ、いた。こんなとこにいたのか。あー、いいね。うれ。さてと、これ、うまいこと敵にぶつけて攻撃できたりとか しないかな。はい！通り抜けやがった。よっしゃ、おい。ミョイーンと、オッケー。あー、ほんとめんどくせー。よいしょ。よいしょ。これか、沈没船に入る前の、キョロスケが泡吹いてるって、これが言った。これが原因だったのか。ドルフィーちゃんか。スタッフィーとちょっと名前が被ってるからさ、名前変えてくんないかな。はいよー。ほら、連れてきてやったぞ。キョロスケって頼りない。スタッフィー、私についてきて。よっしゃ、行きましょう。お、あ、色違いが捕まってる。あ、お姉ちゃんだ、助けて。大丈夫よ、すぐ助け出してあげる。おいおい、どうなってんだ。最近この海に大ダコの荒くれ者がやってきたの。私が留守にしているとき、あ、出た、海藻。たったったこかいな、たったったこかいな。今日は大量嬉しいね、と。ボクトパス、なんか可愛いな、こいつ。お兄ちゃん、私たち食べられちゃうよ。え、タコってイルカ食うの？大丈夫よ。きっとドルフィー姉さんが助けに来てくれるから。うるさいな、何ブツブツ言ってるのかな。ほら、これを見ろな。こうやって4つも鍵かけてやったんだな。へへへのへ。これで絶対逃げられないな。おとなしく待ってるんだな。鍵を隠しておくかな。どこに隠しておくかな。こいついろいろと癖があるな。
いやー、忙しいなー、トゥルンルンってなー。あー、鍵が一つ落とちた。ドルチーナ、多分一番下の子なんだよな。ドルフィーネさん、あ、しー、静かにしてるのよ。お前が一番うるせえよ。あ、ドルフィー姉ちゃんだ、怖かったよ。ドルフィー姉さん、無事だったのね。一番上がドルフィー、真ん中がドルシーで、下がドルチーナだっけ。すぐ助けてあげるわって言ったものの、どうしましょう。あなたたち待っててね。誰か頼れそうな仲間いないかしら。で、そこで俺たちが来たと。なるほどね。というわけなの、スタッフィー、助けて。こら、俺様差し置いてスタッフィーなんかに頼るとは何事だ。まあお前は、まあ初対面が最悪だったからな。まあ二人ともお願い、とにかく私たちを助けて。冷めてんな。おう、俺様に任せとけ。で、要は鍵を4つ集めればいいんだな。お安いご利用だぜ。そうなの。でもラッキーなことに、そのうちの一つは魔物が落としていったから。こんな鍵をあと3つか。とりあえず持っとけスタッフィー。しょうがねえな。キョロスケ様にかかればそんなのは朝飯前だぜ。本当に大丈夫？あんたってなんか心配だけど。へっ、任せとけって。ドルフィーはここで見張っとけ。行くぞスタッフィー。ドルフィー、後で扉閉めとけよ。さーて、あ、間違えた。こいつは助けにはダイヤ、クラブ、スペード、まあトランプのやつだな、多分これだな。ハート持ってるから、クローバーん、クローバークラブっつってたっけ。ダイヤ、クラブ、スペードだっけ。何こいつ、パニック度感ねえ。ちょっとあなた、私の子供の遊び相手になってやってくれないかしら。遊んでくれるまで自分の部屋から出ないってだな、こねてるのよ。もうしょうがねえな。爆風に巻き込まれないように爆弾を相手に跳ね返そう。制限時間内で先に5回巻き込まれたり、同点でタイムアップになったら負け。なるほどね。5回巻き込まれたり、同点だと負けね。了解。跳ね返し、あー、これまたさっきつうか、まあ、取り直しじゃないや、続けて取ってんだけど、あー、なんだ、あー、そういうこと？よっしゃ。え？ 1。あー、え？あ、そうやって、こうやってタイミングをずらすのね。あぶね。あー、そういうことか。やべやべやべ。2、1。やべやべやべ。これ優しいだよな。ちょっとしばらく待つ。2、1。ちょ、1。あー、ちょっと待って、これ難しい。これいっぺんに返す。あぶね。あー、向こう全然被爆しないんだけど、これで優しいなの。1回か。どうてでもダメだもんな。うわー、最初スタッフィーを飛ばす暇つか必要あったのか。あー、2、これダメ。よいしょ。あぶねー。とりあえず4、3、2、はい。あー、危ねえ。よし、オッケー。3秒。あー、早く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 、危ねえ。よし、オッケー、今だ。あー、よし、3。あー、ダメ。あー、まずい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 。あー、2、1、はいはい、くそ。後半になってくると爆弾がいっぱいになるから、貯めとくのも難しくなってくんな。よし、オッケー。このままこのままこのまま、よしよしよし、あぶねえ。この前粘れば勝てる。はい、勝ち。てか、子供の遊び相手に爆弾を使うな。まあ、ご苦労様。俺に信じよう、どうぞ。まあ、もらえるのはもらっとくけどさ、そんなもらってない気がする。あー、
左上から行ってみるか。いた。あ、びっくりした。なんだこの子、腹立つな。地味に当たんない。よし、この辺りに鍵があるはず。これは違うか。壊せるわけでもない。うわあ、よいしょ。うわあ、なにこれ、炎アイだ。動くのかよこれ。まあぶ、おい、びっくりした。めっちゃ動くじゃん。あ、キョロスケ、どうした。なにこのタイマーは。厄介な水流があるぞ。スイッチでしばらくは流れを止められるみたいだが。ああ、なるほど。はい。でもこれぐらいだったら別にスタッフィーのスピンアタックがあればいけるんじゃないの。あ、でもこれは大丈夫か。右行ってみて。あ、いや、危ねえ。これなんか ぶつかったらダメージ受けるとかそんなんなのかな。まあいいや。あ、よいしょ。別にこれぐらいね、スイッチや関係ない。いた。おいおい、よし、オッケー。スピンアタックがあるからな。強くなったスピンアタック。お、これはスペードだな。スペードキー。よしよし。あと2つ。あ、今死んじゃったな。ん？どうした？あ、ボクトパス？ないなー。ここに鍵置いたはずなー。おかしいなー、おかしいなー。やべ、気づかれるぞ。これ、うわー、戻んのかめんどくせえな。まあいいや。これで左上はオッケー。で、次右上行こう。よいしょー。あー、おっと、危ね。なんだこのうなぎみたいなやつ。うなぎですらないけど気持ち悪い。なんかヒルみたいな。さーて、こんなかな。あ、普通に、あ、なに。あー、食った。なんだあいつ。おい、見たか今のやつ。クラブキーを持っていきやがった。奪い返すんだ。行け、スタッフィー。おーし、あ、真珠真珠。なにこれ、なにこれ、え、ぶつかったら、いや、ぶつかんなくてもトゲになるのか。うわーい、ダメージ与えたかこれ。まあ、ちょっと真珠真珠、どこだ。いたー。はいはい。あいつもトゲあんのにダメージ食らわないんだな。おいおい、弱。さーて、クラブキーゲット。あと1個だな。あ、やばい、近づいてきてんな。鍵がない。なー、鍵を守らせた嫌いもいないな。いた。あー、もうこいつらうざい。さてと、あと1個だね。ダイヤキーか。ダイヤキー。さてと、左か、左だな。右なんなんだろう。真珠か。もう敵無視しちゃっていいな。さーて、ここは何をすればいい。お、あ、わかった。キョロスケ、まあ一応聞いといてやるか。なんだなんだこの部屋のブロックは。スピンアタックでパネルは止められるみたいだけど、一体どうすりゃいいんだ。もう終わっちゃったよ。キョロスケを上の方が頭いいじゃねえか。丸いって、バツ。もう一回、丸いって、バツ。あー、あ、よかった。間違えても特にダメージ食らうってわけでもないんだ。早かったな、さっきのはな。丸、バツ、三角。もう一回、バツ、三角。さーて、もう一回、バツ、三角。次は四角がありそう。あるよねー。はい。まあ、三角、四角、三角、四角。さーて、もう一個。四角、あぶねー。あ、これ、ここにあんのね。ダイヤキーを見つけたよ。よし、早く、助けようぜ。
さてと。ないないないな、心鍵もなくなっとるな、全部なくなっとるな、どうしてこんなことになるかな。そうだな、あいつらだな、あの人手とハマグリだな。え、知ってんの？許さないな、許さないな、とつかめてやるんだな。え、何すんの？てか、会ってないよね、まだね、僕とパスに。なんで人手とハマグリの存在を知ってるわけ？これで全ての鍵が見つかったわけだな。ん？なんか追いかけてきてるぞ。ぐずぐずするな、スタフィー。ドルフィーのところに戻るぞ。よっしゃー。あ、壊される。あ、大丈夫。キュー、魔物見つかった？どうしよう。うるせえ、もうそこまで来てやがるんだ。急いで鍵を開けるぞ。はい、開けろ、開けろ。はい、ハート。めっちゃもたもたしてる。もういっぺんに飽きろよ。ダイヤでクラブ、最後にスペードね。お前もグズグズしてんな、ほんと。よっしゃ、逃げた逃げた。よっしゃ行こう。ちょっと置いてくなよ。そう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 、よしよしよし。青封印ブロック、まだ壊せないんだよな。やっぱクリアしてからなんかな。クリアしてからなんかな。俺もボクトパスみたいな感じになった。さーてと、やばかったぜ。すぐやつ追いついてくるぞ。急いで進め。さーてと、一応タイマーいった。え、これ何？あ、別になんかいった。え、あー、いった。やっぱ死んじゃうよね。まだ進むの？そうなるとちょっとさっきの扉気になるんだよな。あー、ここは乗り物がないと無理か。じゃあまだ無理だな。よいしょ、ほいしょ、ほいしょ、よっと。さーて、進め進め。危な、いた、当たったし。あ、キョロスケ、どうした？キョロスケ？キョロスケ？ああ、動いた。ん？どうした？ああ！キョロスケ！いえ、待て待て！瓦礫に道を塞がれた！この瓦礫を壊せるものがないか探してこい！早く早く！あ、ボスの扉だ。こっちか。壊せるものね。何かないかな。まあ別にほっといてもいいんだけど。さて、爆弾？普通に考えると爆弾だよな。あ、何あれ？シャベル？スコップ。俺さ、シャベルとスコップの違いが未だに分かんないんだよね。動物の森でさ、スコップって言ったらなんか手に持つ、なんかあるじゃん、なんか握力測るみたいな、ああいう形の、あれの持ってるのはあれスコップだと思ったのに、これシャベルかと思ったのに。どう違うんだろう、スコップとシャベルって。さて、これでできんのか。やっと戻ってきたか。で、何を持ってきたんだ？スコップだと？バッキロー！そんなもんでこの瓦礫を崩せると思ってんのか。もっと強力なやつを探してこい。強力って言われてもね、スコップで、お、どういうこと？なんで下がるんだ？よいしょ。敵はいいや、とりあえず。封印ブロック、あ、壊せる。よしよし。あ、ツルハシだ。これツルハシだよな。あー、これもなんかダメそう。またこの下の足場がなんか崩れそうなんだけど。おいよー。しっかり心情回収してきて、また戻される気がすんだけど。ほら、今度はどうだ？ツルハシを持ってきたのか。なんとなく心配だが使ってみろ。どうした？まだ瓦礫は崩れてないぞ。あー、無理だね。じゃあさよなら、キョロスケ、バイバイ。何？ツルハシが折れただぞ。バッカ野郎、そんなポンコツ拾うな。
そうなるよな。やべえ、早く逃げないと追いつかれる。なんとかしろ。さて、ゴゴゴゴゴゴ、なるよな。さて、今度は何かしら。爆弾っぽいんだよな。スコップとツルハシがダメなら爆弾になりそうな気がする。おいおい、オッケー、でっかいの。よいしょ。ああ、あの一個の真珠が取れない。取れない。よし、オッケー。おい。取れない。二つが取れない。一個取れない。取れない。ああ。よし、オッケー。さーてと、なんだ爆弾だ、マジで。まあ、これなら確実に壊せるだろう。よいしょ。さーて、今度こそ壊せるもの持ってきたぞ。こら、遅えぞ。今度は何を持ってきたんだ。おい、返事しろ。よし、仕掛けた。よしよし。と連れてかれた。やばい、拉致される強制的にボスに行かれんのか。ん、どうした、どうした。あ、いいね。貴様、よくもわしの大事なごちそうを逃がしたんな。マジで食べる気なんだ。まずそうだけど、代わりに貴様を食べるかな。お気に入りの帽子で貴様のスピンアタックなんて防いでやるんだな。うん、ということは普通じゃスピンアタックが効かないと。なるほどね。じゃあどうすりゃいいんだな。わからないな。これを跳ね返すとか。なに。お、びっくりした。跳ね返すとは違うの。大砲の弾かなと思ったけど炭なんだな、きっと。これはダメか。おーい、ん、どうすりゃいいんだ。下から、あ、下なんだ。あここは、おお、あ、普通にいけんじゃん。え、なに、上から降ってくるな。はいはい、楽勝。さーて、おいやー、楽だな。まあ、めっちゃ入ってくるじゃん。1、2、3、4、5、いった。何がしたいんだ。はい、1、2、3、4、5。さーて、入ってこい。おわー急にぶつかってくんなよ。やべ。さーて、1、2、3、4、5。よし、さーて、早く浮かんでこい。はい、あと1回だな。うわ、めっちゃ来るな。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。まあいいや、早く上がってこい。来たー、いた、あぶねえ。はぁ、さーて、ボクトパス、結構ボスってマイステージとか毎回で現れるんだな。あ、ドルフィー、妹たちは大丈夫なんか。キュー、まさかキロスケはやっつけたの。あ、頭よ、だから任せとけってんだ。キュー、嘘っぽい。スタフィーが倒したんでしょ。バッケロ、何を言ってやがる。何を、スタッフィーみてに展開から落ちるドジは一人じゃ何もできねえぜ。展開、スタッフィーって展開に住んでたの。買い方が分かんねえんだ。しょうがねえやつだぜ、スタッフィーは。それなら海底神殿に行ってみるべきだと思うよ。海底神殿、昔展開は海の底、海底神殿の位置にあったんだって。へえ、じゃあその海底神殿のとこに行けば上に上がれる方法があるってことなのかな。今は悪い魔物が何かを調べるように神殿うろうろしてるらしいけど、お、次の獲物にしてやろう。スタフィー、おめえもやっと飼い方がわかるかもな。
あー、ほな海底神殿だ。海底神殿に行って天界に帰る手がかりを探してみよう。さーて、ステージクリア。今回集めた真珠は109個。さーて、今度こそ誰かが写真に写るわけなんだけども、誰だ？クリオレか。微妙。さーてと来ました、海底神殿。古い神殿に隠された謎、調べているのはスタッフィーたちと、そして何何何。まあ、とりあえず今回は一応この辺で終わりにすっかな。ちょっと一つ一つが長くなっちゃってんな、ステージが。